休みの時にどんなことして過ごされてるんですか？Eu gosto bastante de jogar videogame, gosto de ver TV e quando tem uma folga maior eu gosto de visitar pontos culturais aqui no Japão para conhecer. そういうところを訪れたいなと思ってます。せっかく日本にいらっしゃったわけですから、もっと どうですか、杉森選手、どっかおすすめの場所とかあったら。愛知県。愛知県で広島動物園です。どんなところがおすすめポイントですか？結構大きくて動物もすごいたくさんいるし、目的にはヒグマ。ヒグマめっちゃでかいので、それを見てほしいです。デシャベル選手。Vou lá no zoológico, não fui ainda. Mas vou lá ver esse urso grande aí que o povo está falando. そうですね、まだ東山動植物園には行ったことがないので、コウキが今おすすめしているヒグマを、大きなヒグマをぜひ見に行きたいと思います。そうですね、2人でぜひ東山動物園デートしてください。Assim, o Koki vai me levar no zoológico e depois vai tocar piano para ver se ele tá bom mesmo. そうですね、まあ、ぜひ Koki に東山動植物園に連れてってもらって、ヒグマを紹介してもらって、そして、勝利の暁にはぜひそのピアノを披露してもらいたいなと思います。ピアノ来ましたよ、リクエスト。来年くらいですね。来年くらいですね。一つ目標ができましたね。でもね、こうチームとかがあんまりこう調子が良くない時とか、気分転換したいなと思う時とかもあると思うんですよね。選手の皆さんってやっぱこう気分の盛り上げ方とかモチベーションの保ち方もすごい大事だと思うんですが、そういう高めていきたい時、どんなことをしてるんですか？気持ちを高めたい時とか気分転換したい時。高めたい時、試合前とかは映像を見るとか。よくできた自分の姿。いや、他のなんか海外の選手だったり、そういうイメージ付けというか、そういうのを見たりするくらいですか。なんかすごいテンションが上がることってなんかあるんですか？あんまりないです。常になんかクールですよね。そうなんです。それがもうじゃあ自分の平常心で一番いい状態。そうです。でも緊張はするんですけど。試合前のテンションを上げることは特にないです。しないようにしてくる感じですかね、相手。シュビル選手はどうですか？こう自分の気持ちを高めたい時とか。Eu gosto de sempre de fazer minha oração, de escutar bom samba e tirar todas as coisas negativas da minha cabeça e pensar positivo para que as coisas dê certo.まず特に試合前とかは応援をしたりとか、するっていうことと、それから自分はサンバが音楽で好きなので、いいサンバの音楽を聴いたりとか、あとは、そのメンタル面のところで、全てのネガティブなこう思いというか、そういう考えを取り払って、常にポジティブに考えるように意識してはやってます。なんかブラジルの方ってみんなこう陽気でポジティブなイメージがすごくあるんですけれども、結構いい言葉とかあるじゃないですか、ブラジルのことわざとか、何かそういうシャベル選手から皆さんにプレゼントできそうないい言葉ってありますか？ちょっと考えて、じゃあまた後でお伝えしたいと思います。ぜひぜひ。さっきから聞いてると、シャベル選手のポルトガル語ってすごく丁寧で聞き取りやすいんですよね。全然全部聞こえてるわけじゃないですよ、もちろん。ただなんか聞き取りやすそうだなと思って、こうなんか簡単なサポーターの人がシャベル選手に一言声をかけられそうなポルトガル語ワンポイントレッスンとかあったら。
この言葉を言われると俺頑張れるよみたいな言葉があったら。Sim, normalmente quando eu tenho contato com os torcedores, alguns já vêm falando algumas palavras em português, já me deixa muito feliz. E alguns falam boa sorte ou muito obrigado, são palavras educadas que realmente me deixam muito feliz. Sim, sim.その時に何かの、サポの方からポルトガル語でこう声をかけていただいたりとか、あのサポの方々も結構こうトライしてくださってるのを感じてすごく嬉しく感じているんですけれども、例えば、ボアソルチとか、ボアソルチはまあ頑張ってくださいっていう意味なんですけど、とか、まあ、英語のグッドラックと同じ意味なんですけど、そういう言葉とか、あのオブリガードとかミトオブリガードありがとうございますというようなことをポルトガル語で言っていただけるとすごくあの嬉しく思います。